1964から1965シーズンの NBA は NBA の19回目のシーズンである。シーズンは1964年10月16日に始まり、1965年4月25日に全日程が終了した。ドラフトではジム・バーンズがニューヨーク・ニックスから全体1位指名を受けた。またジョー・コールドウェル、ルーシャス、ジャクソン、ジェフ・マリンズ、 ウィリスリード、ポール・サイラス、ウォルト・ハザードらが指名を受けている。1969から70シーズン以前は、アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。オールスター期間中、当時の NBA では、最大級のトレードが成立する。1959年にデビューして、以来、一貫して、ウォリアーズのエースであり続けたウィルト・チェンバレンが、3年。 前までウォリアーズが本拠地としていたフィラデルフィアのチームフィラデルフィアセブンティーシクサーズにトレードされたのである。トレード内容はチェンバレンに対しポールノイマン、コニーディアーキング、リーシェファーと現金というものだった。一人でチームの1、3の得点を稼いでいたチェンバレンが抜けたウォリアーズは前期の48勝から約1、3の17勝まで落ち込みデビジョン再開まで沈んだ。 セルティックスが支配したこの時代、ウィルト・チェンバレンの赴く先がすなわちセルティックスの最大のライバルチームとなった。そしてこのシーズンもまた、チェンバレンはセルティックスの前に涙を飲むのである。チェンバレンを獲得したフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズはデビジョン準決勝でオスカー・ロバートソン、ジェリー・ルーカス擁するシンシナティ・ロイヤルズと対決。レギュラーシーズンの成績は、 ロイヤルズの方が上だったが、ロイヤルズにはチェンバレンに対抗でいるセンターがおらず、セブンティー・シクサーズは4勝1敗でアップセットを果たし、デビジョン決勝でセルティックスに挑んだ。シリーズはこのプレーオフ唯一の第7戦に突入したが、チェンバレンとセブンティー・シクサーズは王者の画像を崩すことができなかった。ファイナルはロサンゼルス・レイカーズと4度目の対決となったが、 エルジン・ベーラーが負傷でシリーズを全球したため、ファイナルは早い段階で決着がついた。苦境の中、ロサンゼルスで行われた第3戦を勝利した、レイカーズのファンは、コートのレッドアワーバック HC にハマキを投げることで、貴重な勝利を祝ったが、夜景死に、水でシリーズは4勝1敗で、セルティックスがものにした。7連覇を達成したセルティックスの支配は、 ますます揺るぎないものとなった。ありがとうございます。